皆様方ごきげんよう。平沼武雄でございます。過去数回新しい次世代の党について話をさせていただきました。いよいよ基本綱領や基本政策も決まりまして、総務省に近日中に届け出をいたしまして、今月末に両院議員総会を開いて新しい体制を整えると、こういうことに相なるわけであります。で、来月の1日に、今国会のすぐそばのビルの6階、ここに契約をいたしまして、ここに本部を作ろうという形で目下準備をしているところでございまして、万端が整いましたらまた次世代の党の話もさせていただきたいと、このように思っているわけであります。で、今日は原子力発電のことに関して、有名な英国の物理学者の話を聞かせていただきましたので、それをもとに若干原子力発電についてお話をさせていただきたいと思う次第であります。英国の有名なオックスフォード大学の物理学の教授でウェード・アリソン博士、この方が全世界で物理学原子力関係の学者の方々と100人でサリという組織を作りました。これは放射線、それを研究する学者のグループでございまして、今あまりにも原子力発電に対する偏見が多い、政治の世界もそうですし、国民の皆様方もそうですし、医学界もそうですし、マスコミもそうであります。ですけれども、そうじゃないんだと、こういう新しい考え方を披励をしておりまして、私もその話を聞いて非常に感銘を受けましたので、ご報告をさせていただきたいと思うわけであります。そしてアリソン教授が言うにはですね、やっぱり我々が浴びている太陽もこれは放射線なんだと、だから強い太陽光を浴びるとその紫外線で皮膚がんになる恐れがあるけれども、ヨーロッパの人たちも世界の人たちは喜んで日光浴をしている。もしそういう太陽の放射線が危ないであれば、みんな地下室にこもっていなければならないじゃないか。そして人類が世界の中でこれだけ大きな文明を切り開いたのも、他の生物と違って火をコントロールできるようになった。火を家の中に持ち込んで、そして暖房を取ったり料理を作ったり、火を自由自在に操ることができたから地球上の生物の中で一番優位に立ったんだ。もちろん火で死ぬ人も大変多いわけでありますけれども、火を道具として供給をしたんだ。そして原子力発電というのはその何百万倍の効果もあるんであると。そしてつぶさにアリソン教授は福島の原子力発電所の事故を調べたわけでありますけれども、これは日本の原子力の技術では機械本体は全く強い揺れに対しても影響を受けなかった。あれだけの事故になったのは、これは災害でなくて、事故を受けたのは地震という災害によって水の供給が全て断たれてしまって、そして熱を冷ますということができなくなって水素爆発が起きて、これによって事故として原子力発電所が毀損されたんだ。だから非常に危険だということに相なったわけでありますけれども、あの災害によっていわゆる東日本大震災によって1万9000人近い方々が亡くなられて、本当に痛ましいことでございましたけれども、これはよく言われるように原子力発電の事故によって死んだのではなくて、あくまでも地震、津波
そういった形で亡くなったわけであると、こういうことであります。それからその後、日本の政府をはじめとして国民にパニックが起きたわけでございまして、避難をしているお年寄りなんかで命を落とされたお気の毒な方々がおられまして、1000名ぐらいの方々が本当に残念ながら亡くなりました。しかしアリソン教授が強調しているのは、これは放射線で亡くなったんじゃない、ストレスであるとか医療が不行き届きであったか、そういうことによって、亡くなった方々なんである。ですから原子力発電所の事故によって放射線で亡くなった人は一人もいないんだと、こういうことであります。でアリソン博士は、例えばブラジルで起きた事件がございました。これは医療用の機械で5000万ベクレルのものが一般の人たちの手に渡って、子供なんかはそれをいじっていると青白い蛍光を発しますから、体に塗ったりして喜んでおりました。そしてもちろん台所から食物にも入ったわけでございますけれども、しかし過度の、1億ベクレルとこう言われてますけれども、ことで強い被爆によって亡くなった方々は数名だった。例えば3億ベクレルを放射線を浴びたブラジルの女性というのは、妊娠をして立派な赤ちゃんを産んで、その後がんにもならなかった。そういうブラジルの事故で強い放射線を浴びた人も、これはセシウム137というのを浴びたようでありますけれども、そういう事故につながらなかった。それに比べれば、福島第一原子力発電所で漏れた放射線というのはわずかなものであるから、その博士に言わせると、わざわざ27万人も退避する必要もなかったんだ、ましてや除染する必要もなかったんだ、こういう博士の話がございます。どこまで我々は素人ですから信頼していいかも分かりませんけれども、そういう方々が100人集まってそういう組織を作って、やっぱりせっかく人類が手にした原子力発電というものは、もちろん安全性を担保してしっかりと使っていかなければならない、こういうことであります。今この日本ではマスコミはなぜか報道しませんけれども、しかし原子力発電所は54基ありますけれども、全部これは止まっているわけであります。そうするとマスコミは、全部止まっていてもこうやって電気がついているからそれでいいじゃないかと言いますけれども、肝心なことを言わないわけであります。それは高い天然ガスや石油というものを余計に買うことによって、この日本は毎日、毎月じゃありません、毎日100億円余計にお金がかかっているわけであります。これは年間に直すと3兆6000億を超える巨額なお金でございまして、貿易立国であるこの日本の貿易収支や国全体の経常収支も大変厳しい状況になっているわけであります。こういったことはマスコミは報道しないわけですけれども、やはりしっかりとして安全性を担保をして、そして1基でも2基でも原子力発電所を稼働していくことが世界のためにも日本のためにもいい、こういうことをアリソン教授は言い切っているわけでありまして、我々はアレルギーやヒステリー反応を起こさずに、冷静に原子力発電のことを考えて、そしてせっかく人類が確立したこれだけの技術です。小泉元総理はトイレの設備のないマンションを売るようなことはやめろとこう言いましたけれども、いまだに火事による死亡者が出ておりますし、火を使うということがやっぱり人類にはいろいろな災害をもたらしていることも事実であります。しかし
これだけ確立した原子力の技術というものを今後の新しい形の原子炉の開発でございますとかシステムの開発、こういったことに振り向けて勇気を持って私は原子力発電というものを考えていかなければならないと思っております。そういうセリという学者の組織の方々の意見もしっかりと聞いて我々は対処していかなければなりません。日本人は例えば秋田の玉川温泉ですとかあるいは皆生温泉、こういったところでお金を払ってすっぱだかになってラジウムやラドンを浴びてこれはがんにいいだとか健康にいい、こういうことは昔からやってきて放射線を利用した国民でもあるわけでありますから、こういうこともしっかりと考えてそして慎重にこの問題を対処をしていくべきだ。私もアリソン教授の話を聞きましてそのような思いを持つに至ったわけでございますから、このことを今日は皆様方にお知らせをし考えていただきたい、このように思っているわけでございます。今日は原子力発電の話に関してお聞き取りをいただきまして本当にありがとうございました。ご清聴に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。